こんにちは、トルーパーズの山中です。タイトルの通り、今回ちょっとこういうの持っててもいいのという問い合わせが今週ちょっと何件かあったので、ちょっとそれについてお答えしていきたいと思います。はい、こうした職質やちょっと銃刀法の、ね、法律の話も絡めての見解になってしまうので、あらかじめちょっとお断りさせていただきたいのは、こういったあらゆる全ての人がご視聴できる、こういった動画で説明できることといったら、すみません、詳しくは警視庁のホームページ見てくださいっていうことになってしまうんですが、ここではトルーパーズにご来店してお話を実際にさせていただいた人たちのところにちょっとターゲットを絞っての僕なりの見解になるっていうことを一応ちょっと最初にお断りしておきます。大体まあ職務質問を皆さんやっぱ心配されてる方多いですよね。でちょっと今回説明するにあたり、こういった警棒などの護身用品、それらとあとはこういった十徳ナイフやナイフ、これらちょっと分けて考えたいと思います。まずはこういった護身用品、例えばスタンガン、催涙スプレー、防犯アラームなんていうのもあるし、こういった特殊警棒なんていうのももちろんありますよね。でこういったものを例えば持ち歩いていていいのと。で一応おまわりさんオフィシャルでは、物騒な世の中だから護身用として持ち歩くっていうキーワードは正当な理由にはならないというルールがあるみたいですね。とはいえですよ、実際何で持ち歩くかによると思うんですけど、万が一の会社や、ね、学校なんかでトラブルによって身の危険を感じている、実際にこうストーキングをされているとか、例えばか弱い女性なんかもそうですよね。催涙スプレーを持ち歩いたり、こういった警棒なんかもね、心配で買ってかれる女性の方もいます。法律は法律とはいえ、極論から言うと、そんなこう本当にこう身の危険を感じているのに、その人が自分の命を守る、それに対していやその行為はダメだよっていうのを一体誰が止めることができようかっていうお話だと思うのですね。ただそこまでにいかないにしても、じゃあなんでこういったの持ち歩くんだっていうと、護身用とはいえ、多分防犯アラームあたりはおまわりさんもその場で、あそういうことですか、どうぞって言って多分ね逃してくれると思うんですけど、こういった特殊警棒やスタンガン、催涙スプレーなんかを持ち歩く際は、オフィシャルでは一応警察にそういう危ない状況の届け出を出して、その上でっていうお話になると思いますけども、そこからは自分の命が本当に危険だなと思った人の自己責任によると思うんです。でその際に、一応提案的にこういった商品を売っておりますが、絶対に開けないと、これっていうのは何かというと、こちら絶開けの自社製品の説明になっちゃいますけど、実際に中にこう護身用品を催涙スプレーでもこういった警棒でも入れておく、そしていざという時にはこうビリッと開けて使うというもんですけども、ただここに記載していることが大事で、実際にこれにこう、こうやって封印しとくわけですわ、でこれいつから封印してるんだよっていうことと、あとは自分の名前を書いておく、でこう目的地での運搬または万が一の時に使用する、もうそのまんまですよね。護身用品として持ち歩くんだったら、でもちろんこうあらかじめ中に入れておくものを写メ取っておくといいと思います。そうすると例えばおまわりさんに呼び止められた時に、こうやって写メを見せて、実は中にはこれが入ってますっていうことで、この封筒を見せる、それでその結果おまわりさんが開けろって言われたらしょうがない、ここを開けると、ただそれぐらい正直に伝える方がいいと思うんですね。だからといって法律で免除されるっていうもんでは一切なく、単なるこういった護身用品の携帯運搬方法のやり方の提案の一つ で皆さんそれぞれが重々配慮しておりいると思うんですけど、それぞれがやっぱ正解はあると思うんですね。でやっぱり一番肝心なのはおまわりさんに聞かれたところで
隠すことなく正直に伝えるというこちらからの姿勢のアピールっていうか説明がこれで一目瞭然だと思うんですね。だから実際にこうバッグやポケットにこのまんま入れておいてすぐにワンハンドでも使えちゃうよっていう状態がやっぱり一番良くないと思うので、じゃあそんなに素早く使えないんだったら護身用品の意味がないじゃないか、だからビリって破けるようにちょっと最低限のワンクッションっていう、そういった商品ではありますけど、別にこんな茶封筒買ってきて自己自身で書いてやればいいわけなので、買ってくださいってわけではなくて運搬方法の提案です。次にちょっと十徳ナイフの別に皆さんにこう入れ知恵しててさあさあみんなで気軽に持ちましょうっていうわけ話ではなくて、あくまでもこう10代20代の子とか、だいたいねこれこうちょっとした僕の偏見ですいません、実際に僕がこう接客して受けている事実の平均を取るとだいたいねこういうの大丈夫なんですか持っててって聞かれてる来る方で、40代50代以上の方々っていうのは実際にこう僕が説明するとその始めた説明に対して言葉をかぶせてきて、それでこう自分も10年前20年前にこういうの持っててどうのこうのどうのこうのっていうこう、ね、その武勇伝の説なんていうの僕の説明ターン泥棒が多いんですけど、そうじゃなくて実際には刃渡りが6センチを超えるとか言ってもその6センチのルールって結局、ね、6センチを超えていなくても実はうんぬんかんぬんって言って警察にはそういった軽犯罪法第1条第2号正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の命を害しまたは人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたものは拘留または科料に処するとされています。つまり上記銃刀法に該当しないものであっても取締り対象となる場合があるわけですっていうことで、だから6センチってあんまりね、まあ、よっぽどのね乱暴ナイフとかすごいマチェットとかそういったのは別途ですけど、あまりこう6センチにこだわる必要はないんじゃないかなと私は思っていて、要は結局おまわりさんっていうのはあナイフだとかあ、十徳ナイフ見つけたっていう別に宝探しというかトレジャーハンターをやってるわけではなくて、あくまでもこう治安維持のためにその人とセットで判断してその事件性ですよね。だからあまりこうだから6センチを超えていても例えば女性の方が化粧品バッグにポーチに入れてこういった6センチを超えているナイフがついている十徳ナイフを一緒に持っていたところで多分ですけど、まあ、よっぽどのテロリストだったら別ですけども、ね、その事件性としては極めて低いと思うので犯罪性、うん、まあ、どっちにしてもやっぱ正直に伝えるということが大事で、その正直に伝えた時にポケットからすぐ取り出せちゃうっていうのがやっぱり良くないと思うので、やっぱりその携帯の仕方運搬の仕方っていうのはやっぱり皆さんねさっきも言いましたけど重々配慮してやってると思いますけど気をつける必要があるなと思います。うん、10代20代の子に対してちょっとどうなんですかっていうのって法律上のこう規定では、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物については何人も業務その他正当な理由による場合を除いて携帯してはならない。業務その他正当な理由ってじゃあ何ですかって言ったら私が思うに何て言うかなポテトチップスを買ったら開けたいとか、ね、実際こういうのハサミもついてるじゃないですか。であとはもうね爪の手入れをするとか洋服衣類のほつれを切るとか。そのために持っているんですっていうことが大事で実際に何かの時に何かのためにっていうぼんやりじゃダメで実際のこう、まあ、そういう入れ知恵的ではなくてあくまでも愛好家の皆さんと
職務質問をされる警察の皆さんがうまくやってほしいなぁと私は思っていてだから何もこうね、任意だから強制する権利は警察にないでしょって言って拒むっていう方時々いますけど、じゃあなんで拒むんですかって言って怪しさが増す。すなわちこうね、おまわりさんが一番こう注意を払っている犯罪性事件性っていうレーダーにどんどん引っかかっちゃうだけなので、ね、こういったものを持ってますっていうのはちゃんと伝えた方がいいと思うの でその時にその持ち方ですよね、うん、だから、まあ、何度もしつこいですけど、何かしらこうすぐに使えない状態、単なるポケットではなくポケットの中にポーチに入れている、しまっている、そのポーチもまたセカンドバッグの中に入っているみたいな、二重三重の手間が、それらを何回も使う時のためにその二重三重の手間を惜しまないでちょっと収納しておくといいと思うんですね、うん、そういうわけで、あ、だからこういうのも持っちゃいけない時代だから買わない方がいいやってなるのはちょっと待ってくれって私は立場上思うので、うん、まあね、まあ、そんなんでちょっと僕なりの試験をお話しさせていただきましたが、皆さんいろいろな、ね、正解のお話あると思うので、もしよかったら下の説明欄でご意見等いただけるとありがたいです、うん、まあね、それぞれの正解がやっぱ尊重されるべきだと思います。素直に、ね、職質には応じて、うん、素早く解散ってなることがお互いにとっての勝利かなと思います、はい、ということで、これら持ってていいのっていうことに対する私なりの回答を述べさせていただきました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。